日本の古いことわざがあります。男やもめに蛆が湧き、女やもめに花が咲く。最初は亡くなった人たちに備えるために花を育てる純粋な女性のことだと思っていました。そして男は妻が亡くなるとどうやって自分の世話をするのかわからない。でもそれは私の読み間違いでした。未亡人は男の人がいないと生きられないそうです。新しい男を見つけるために自分自身をきれいにしないといけない。女は美しく見えるようにならないといけないのだそうです。私は数年前の40歳の誕生日の時に撮った写真をアップしました。少しだけ今より痩せていたけど、その時からほとんど変わっていないと思ってその写真を使いました。初対面でデートの相手がイメージと異なることはこの上もないほどがっかりするものです。記録によると彼の名前は樋口聡です。彼の見た目に対してほとんど期待をしていませんでした。だけどカフェで会った瞬間にいい感じでした。正直に言うとあまりの彼の美しさに驚いてしまいました。彼の外見が良すぎて早く帰りたいという気持ちも湧いてきたほどでした。でも彼は次のデートの話をしてくれて、私も彼の魅力に夢中になっていました。その夜は気持ちが良くて、私の大好きな辛口のシャルドネを思いっきり飲みました。田内さん、先日はどうもありがとうございました。またお会いできてとても良かったです。楽しかったです。牡蠣を食べられなくてごめんなさい。お腹を壊すのが怖くて食べたことがないのです。そしてラスクのお土産どうもありがとうございました。とても美味しかったです。また来週楽しみにしています。それから毎週彼とデートをしました。私はお酒を飲むと微妙に見苦しくなりますので、ほとんどお水を頼んでお酒を控えました。酔っ払った私の真っ赤な顔を彼に気に入ってもらえるとは思えません。でも私はまだ本当は飲みたいと思っていることを否めません。彼は外資系の会社で建築関係かエンジニアか何かの仕事をしているようでした。実はよくわかりません。少し退屈な話だったので私はぼーっとしていました。彼は仕事で英語を使っているらしいのですが、私は英語が苦手でしたからすぐに話題を変えました。次のデートの時に日本語の文章を電子辞書で英語に変えてみました。 Should you eat my oyster please?Should you eat my oyster, please? はい。私たちはまたラ・トラトリアで食事をしました。このデートは確か4ヶ月前だったと思います。二人ともタルタルステーキを選びました。私がなぜこの日のことを覚えているかというと、
それは私の夫の二度目の命日でした。少し無神経に聞こえるかもしれませんが、はい、私、大丈夫だよ。うん、大丈夫で、はい。うん、全然平気。聞かれたのに。私は悲しい。すごいね。え？オッケー、またね。はい、はい、お願いします。はーい。私は悲しくなかったです。正直に言うと、過去にとどまっているよりも、自分の人生が前向きに進んでいることが嬉しかったのです。私たちは人生についてたくさん話をしました。彼に新しい素敵な時計を買いました。彼をとてもかわいそうだと思いました。昨日壊してしまいました。ダナイさん、私たちの年齢の差に不安は全くありません。やっと打ち明けられる人と出会って幸せです。あなたとなら何でも話せる気がします。よろしくお願いします、サトシ。その日、二人で川沿いを歩きました。私は彼に以前ここに来たのは10代の頃だと話しました。私が15歳の頃だから彼はまだ生まれていなかったと思いますが、そのことは彼に言いませんでした。突然彼が一緒に引っ越すことを提案したので、私はすぐはいと答えてしまいました。あら、後で言ってしまったわと思いました。彼が私を駅まで送ってくれたので、初めて手をつなぎました。気をつけて。田内さん、僕らにおすすめのマンションの写真を添付しました。どうでしょうか。引っ越したらしっかりと将来のことを考えられると思います。よろしくお願いします、サトシ。次のデートの時に手続きに必要な書類とパスポートを渡しました。こういうやり取りは私には無理だから全部彼に任せました。彼も興奮していたようです。最初の物件は私にとって少し高かったので、それよりも少し安い物件を選びました。ありがとうございます。その日はレモンソールとティラミスを食べました。引っ越しの日に彼が大阪への出張のため遅れると連絡がありました。だけど結局彼は来られなかったのです。新しいマンションの入り口で数時間彼を待っていました。その夜彼から連絡が来て、ごめんなさいと、智子さんのお気に入りのシャンパンを飲んでゆっくりくつろいでと言われました。でも次第に何か怪しいなという気持ちが大きくなっていきました。以前彼から父親の会社の話を聞いていたので、ネットで連絡先を調べ電話をかけてみました。普通知らない人に息子の住所を教えるわけはないと思ったので、
彼の家に荷物を届ける古い友人を装って住所を教えてもらいました。翌日彼の家に行きました。ショック。彼には奥さんと子供がいました。若い母親でした。20代半ば。そして子供も生まれたばかりの男の子のようでした。彼女はキャバクラでよく着ているようなキャミソールを着ていました。田内さん、先日見かけた女性と子供は僕のではありません。彼らは僕の兄の家族です。出張している間、家の面倒を見てもらっています。彼らを気にしないでください。最近兄が病気になってしまい、あまりに病院での治療費にお金を使いすぎたため、ただで家に泊まらせてあげています。あなたなら理解してくれると信じています。これが僕らの関係に影響をしないようにしましょう。私は悲しくはなかったです。ただ自分が哀れだと感じただけです。ネットで調べたら、皆さんがご存知のデート商法だということが分かりました。彼はマンションのコミッションをもらっていたに違いありません。確かに私もちょっと払いすぎた気がしていました。私は怒ってはいませんが、彼に心から謝ってもらいたいです。彼に嫌われたくないので、訴えるようなことはしません。どうせ男はそういうものだから、女が世の中でどういう立場にいるか分かっているべきだと母にいつも言われていました。日本の古いことわざがあります。男やもめに宇治が湧き、女やもめに花が咲く。この経験から自分自身のことより世の中についてもっと学んだように思います。楽しいね。たくさんのことを皆様に言いました。私の過去、願い、そして私が今まで隠していた奥底の感情はもうご存知だと思います。だから皆さんは私に教えてくれるのかもしれません。さあ、私は誰だ。